はい、どうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。 Hi everyone, let's play battle today. I'm チャンプルーということで、お、今ピポサレにしたかったからちょうどピポサレになってくれた。しかも激強で、あぶね。あー、どうしよう、ご利益式にしよっか。ご利益式にする。いや、迷うね。まあいっか、サもいるし。今日はあの通常式でやっていきます。まあ、ゴリアック型でやってもいいんだけどね。ゴリアック型でやったら今度トップバスター食らった時の、あの飛び抜けができないんで。ちょっとこれでやっていきましょう。ほら。お、これ取っていこうか。ナイス。ほら。あ、いいよ、キー。ほら。いやー、やっぱ博士使ってからのサルチームはマジで楽ですね。なんかもうこんな感じで自由に動けるんで。ほら、危ね。 OK、 トリプルバレル決まっていく。オッケー、当てていく。まあこれは走り抜けできるんで、いや、避けられるか。うん、オッケー。いや、マジか。ほら、いや、ちょっと早かったな。いや、ほいほい、ほら、オッケー、やった。ほい、オッケー。何をしたかと思ったらね、ゴリアックアイがね、飛んでくるんですよね。ゴリアックアイの使い道って本当にこれぐらいしかないと思う、マジで。危ねえ、赤パン。俺サルチーム使うとき大体青パン、赤パン、黒パンの順でしか使わないよね。まあその方が使いやすいからってのはあるけど。 OK、 行きましょう。いやー、やっぱね、いいですね、サルチーム強いよ。いやー、あさっての方向に行っちゃった。おっと、バーゲン、大バーゲンですね。青玉2個、はい、マックスですね。で、強化弾を、まあ、リロードしていないいないも取っていきましょう。ふぅ、ほら、オッケー、これですよ、サモイとね、共闘して戦っていくやり方。落ちるか、あ、お前か、 4P か。あー、もうちょいです。あー、走んなかった。危ねえ。オッケー。いやー、このさ、なんていうの、サルチームのさ、フープって乗るとき、このさ、乗るモーションがあるからさ、それがマジでやりにくいところある。これがなかったら今引けてたのに、ちゃんと。さあ、高台に登ってくる敵はこれで対処します。 OK、 ね、
マジで？あ、なるほど。俺。いないいないもさ、戦艦射撃で落とすことできるんだ。この透明状態。へえ、初めて知った。まあ、やけど状態にするからか。強いね、戦艦射撃も。案外。あ、待って、今4章順記だったの？ちょっと鼻かいてた。ピコサルのところ見えなかった。二人のところは、なんか、幼少の神器だったけど、猿も幼少の神器だったか。あ、危ね。幼少の神器だったか。見てね。多分幼少の神器っぽかったよね。あら、ピロキ。断末魔まで、なんか、かき消されて。かわいそうにね。ほい。はい。はい。これは間に合います。OK。一回言うと、OK。とりあえずここまで行けば、なんとか大丈夫。OK、ナイス。オッケー、危ねえ。ほい。危ねえ、落ちるとこだった。何してんの？ほら、暗い。いやー、あ、ちょっとこれは不発。オッケー。さあ、いけ。減らせるかこれ。おお、マジで。すげえな。あの命中率のなさ、今の戦艦射撃の。いやー、これ。よし。めっちゃグダグダだったけど。まあこんな感じでいいでしょう。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching.